こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。私は現在副業として月収20万円ほど稼げているので、このまま就職せずにフリーランスになろうかなと考えています。ただ、新卒でフリーランスになるのはお勧めしないという声もよく聞くのですが、なぜでしょうか？こちらに回答していきたいと思います。結論、新卒でフリーランスになってもまず持たないからですね。現在の副業の内容がどのような業務内容のものかわからないのですが、ポイントとして次の2点を考えていただきたいというふうに思います。まず1点目、その仕事は自分の力で取ってきた仕事かどうか。そして2点目、その仕事は単価の高い案件かどうか。この2つです。まず1つ目ですね、その仕事は自分の力で取ってきた案件かということについてなんですけれども、あなた自身が直接ビジネスオーナー、例えば中小企業の社長だったり、できれば個人ではなく企業とコンタクトを取って勝ち取った案件なのかということですね。フリーランス界隈は学生を食い物にする大人も多いので、実績が欲しい学生に安い単価で発注して、うまくいけば安いし、もしうまくいかなくて、炎上したら、その場合は別の人に発注するからいいや、というようなですね、フリーランスのコミュニティは数多く存在します。そういったですね、人脈がたくさんあるから案件を紹介できるよ、といった人からですね、間接的に発注を受けていて、自分で営業して受注した業務ではないという場合、その人から切られたら終わりということになってしまいます。そうではなく、あなた自身に営業力があるとか、あなた自身がすでにある程度その業界で有名であるとか、他の同業フリーランスと比べてはるかに多くの実績があるとなれば問題ないと思います。次に2つ目、その仕事は単価の高い案件かということなんですけれども、例えばライティング、つまり記事執筆ですね、そういった仕事だと単価そのものが安いので、結局働かないと月収がなかなか上がりませんし、新規参入者も多いので今後収入は下がる可能性が高いと言えます。作業ではなく他のフリーランスを管理する仕事をしているとか、作業だけでなく戦略を考える仕事をしているとか、単価の高い案件を受注できているのであれば問題ないと思います。ただですね、以上の2点をクリアしていたとしても、私は新卒フリーランスはお勧めしません。というのもですね、新卒フリーランスになった人は大体の場合すぐに生活できなくなり、ほとんどは就職していくからなんですね。その場合すでに新卒カードはなくなっていますので、希望の会社に就職できる可能性は極めて低いです。フリーランスとしてやっていきたいのであれば、そのこと自体は別に良いと思うのですが、一度は企業に就職してその後独立することを進めたいと思います。なぜなら、一度はしっかりとした会社に入った方が、その後フリーランスとしてやっていくにあたっても有利に働くからです。その理由は2つあります。1つ目は、多くの人は自分で人を判断する目を持っていないか、あるいは自分の判断力に不安があるので、その人のバックグラウンドを見て判断するからなんですね。フリーランスでも個人事業主でも起業するのでも、学歴があって大企業に一度就職しており、大企業の人事担当者がまともな人だと判断した人なんだということが重要になります。よくわからない相手に仕事を頼みたいというふうになる人はとても少ないからなんですね。単価の高い案件であれば、なおさらその傾向は強くなります。ですので、やはり一度は企業に就職した方が良いと思います。二つ目の理由、これはまともなビジネスマナーを身につけるにあたっても、一度は研修制度の整った企業で働いた経験が必要になります。新卒からフリーランスになった人は、ビジネスマナーがめちゃくちゃなので、年齢を重ねるとどんどん厳しくなるんですね。社会で当たり前とされていることを身につけるにあたっては、一度企業に入ることが手っ取り早い方法だというふうに思います。フリーランスは健康保険、厚生年金がなくなり、国民健康保険と国民年金に全額自己負担で加入することになります。労災保険もなく、育児休業中の雇用保険給付もなく、労働基準法の保護も失業保険もないので、一般的な企業で働いていれば受けられるこれらの恩恵が一切なくなるということは結構大きいです。一方で仕事の時間、場所、量、価格、これらを自分で決めることができ、能力が高い人は収入を大きく増やすことができる可能性もあります。まずは就職してみて、そこからどうするかを考えていくことをお勧めしたいと思います。フリーランスになるにあたって有利な会社選びを手伝ってほしいということであれば、ホワイトアカデミーの無料相談会に一度お越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。